ナ・イバノブナ・プロコフィエバは、スペインの歌手、ロシアの作曲家であるセルゲイ・プロコフィエフの最初の妻、ディナルブラというステージネームで活動していた。1897年10月21日に、カロリナ・コディナとして、マドリードに生を受けた。母はオルガで、父はフアン・コディナだった。両親は共に歌手であり、母はウクライナ出身、父はスペイン出身だった。 カロリナは幼い頃に両親と共にロシアを旅行した。スイスに居住した後、1907年にスタンデム号に乗って大西洋を越えてニューヨークに渡っている。リーナはブルックリンの第三公立学校を卒業。卒業式は1913年6月24日に近隣の商業高校で挙行された。1919年には1ヶ月の間、 ロシアの社会主義者、エカテリーナ・ブレシコ・ブレシコフスカヤの下で助手として働いた。1923年にバイマル共和国でプロコフィエフと結婚した。フランスとアメリカ合衆国で暮らした後、二人は1936年にソビエト連邦に今日定める。リーナは夫が家族を伴って祖国に移住することを思いとどまらせようとした。 これはオペラ、ムツェンスク軍のマクベス夫人に対するプラウダ批判をきっかけにドミートリー・ショスタコービチが迫害されていると、ピョートル・スブチンスキーが彼女に注意を促したことによる。リーナを安心させるために、セルゲーがかけた言葉は知られていないが、この頃の彼の手帳には自分へ向けた次のようなメモが残されている。形式主義に対する攻撃は私にもミャスコフスキーにも影響しない。 1938年8月、セルゲイは23歳の文字通りの学生で、詩人で翻訳家でもあったミイラ・メンデリソンと出会った。両者は、それぞれの家族と共に、キスロボツクを訪れていたところだった。仕事上の関係として始まった付き合いはたちまち、今回のジョージへと発展していった。セルゲイは、当初リーナに対して、ミイラを見下げるような評価をしていたが、数ヶ月のうちに彼は、 自らの新たな関係性の程度を打ち明けている。リーナが数十年経ってからインタビューで回想したところによると彼女は夫がミイラと暮らすことにならない限りは反対しないと答えたという。二人の結婚生活の状況は悪化を続け、1942年3月15日にセルゲイはミイラと暮らすことにすると告げ、これが婚姻に事実上の終止符を打つこととなった。 数ヶ月後にバルバロッサ作戦でドイツ軍のロシア侵攻によりモスクワに危機が迫るとセルゲイはリーナと息子たちに対して自分について首都から避難するように説得を試みたがリーナはこれを拒絶した第二次世界大戦の終結後セルゲイは息子のオレグを通じて離婚届をリーナに届けさせようとしたがオレグは母の幸福を思いこの任務を実行しなかった その後、セルゲイは1947年11月22日に裁判所に離婚を申請した。5日後、裁判所は彼の請求を却下する旨を通知する。これは、この結婚が国外で行われたものであって、ソビエトの当局に適切に登録されていないため、そもそも婚姻自体が無効であるという理由だった。第二審がこの評決を支持し、 セルゲート相方のミイラは1948年1月13日に結婚する運びとなった。このわずか1ヶ月後の1948年2月20日にリーナは逮捕された。長男のスビアトスラフが後年述べたところでは、晩に彼女宛の荷物を受け取ってほしいという訪問者があったという。家の外に出た途端、彼女は外で待機していた車に押し込められてしまう。 自宅は警察の家宅捜索を受け代々受け継いだ様々な家宝や芸術品が押収された。モスクワの在ロシアアメリカ大使館職員でリーナと知り合いだったフレデリック・ラインハードは彼女が出国ビザを取得しようと根気強く努力していたことがよからぬ形でソビエト当局の目を引いてしまったのではないかと述べている。下された判決はグラグへの監禁20年で 判決の懲役部分は、コミジチソビエト社会主義共和国の収容所での漏役に続き、モルドビア自治ソビエト社会主義共和国へ移送されて、残りの液務を果たすこと、とされた。あとの1954年に、ソビエト検事長官のロマンルデンコへ提出された、釈放の請願書には、罪状が列記されていた。脱走の企み、機密文書の窃盗、外国の大使館員との、 法に反した結びつきなどであった。同じく習慣されていた、ある人物は、リーナが元の夫の暮らしと仕事ぶりを追おうとしていたこと。しかし、彼がこの世を去って、数ヶ月後にやっとその事実を知ることができたことを改装している。8年間の刑期の後、リーナは1956年6月30日に釈放された。その後に行われたショスタコービチ。 リーナの友人でもあったティホン・フレンニコフへの生願により、雪解けの時代に彼女の名誉回復がなされた。彼女はさらに時を置かずに自分へ、プロコフィエフの唯一かつ適法な配偶者としての権利を再認定する要裁判所へ申請を行った。申請に基づき行われた最初の裁定は1958年3月12日に、 ソビエト連邦最高裁判所により破棄され、彼らの婚姻には法的、有効性がないことが改めて確認される形となった。証人の中には、この件で証言を行うために裁判所から出廷を求められていたショスタコービチ、フレンニコフ、ドミトリー・カバレフスキーがいた。1974年にリーナはソビエトを離れた。元夫の死後も長く生き。 1989年1月3日にこの世を去った。プロコフィエフの音楽から得られる著作権料が彼女にとってはささやかな収入となった。1983年にホルラーヌレーベルでプロコフィエフの初期作品を録音したアブデルラーマン・エルバシャはシャルルクロアカデミー大賞を獲得したため受賞式ではリーナ・プロコフィエバ自らが賞を手渡した。息子のスビアトスラフは 画家、オレグは、画家、彫刻家、詩人となり、生涯の大半を費やして、父の生涯と作品の普及に努めた。サイモン・モリソン・著の、リナ・セルジュ、ザ・ラブ・アンド・ゴーズ・オブ、リナ・プロコフィエフは、リーナが題材となっている。ありがとうございます。